道人身事故ニュース速報です。2021年12月1日20時30分ごろ、東海道線の新橋駅から品川駅で人身事故が発生した模様です。東海道線での人身事故は今年9件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter もやっています。フォローお願いいたします。